とお寺とかがあって古い町みたいに思ってたけどね。しかしあの写真は数十年も前のもの。何でもいいからヒントが残っていればいいんだが。さてそろそろ始めるかな。このミスターモーリーにかかれば人探しなんてちょろいもんさ。でもお父さん、捜査を始めるって一体どうするつもり？そうだな。ダメだ、やっぱ何も考えてねえぜ。仕方ねえな。ねえねえ、じゃあこの写真の撮影された場所を探してみれば？それもそうね。じゃあ早速探しましょうよ。けどよ、どこ探すってんだ？京都といっても広いからな。でもおじさん、写真の後ろに写ってるのは多分神社かお寺でしょ？それもかなり古い建物だと思うよ。お寺で古い建物といえば金閣寺とか清水寺？神社なら八坂神社か。そういや、あの近くには祇園もあったな。確かあの辺りも古い建物は多いはずだぜ。じゃあとりあえずその辺りを回ってみましょうよ。コナン君はどこがいいと思う？え？あ、けどよ、こんな有名なところだぜ。写真を見て気がつかないなんてことあるか、普通。調べてみないとわからないもんよ。ね、コナン君。だけど、どう調べろってんだ、これから。あの写真に写っているものと、今僕たちが見てるものとで、どれだけ同じものが重なっているのか調べてみるといいと思うよ。そうね、早速始めましょう。さて、どこから調べてみるかな。金閣寺、確かによく見る建物だが、まだ何とも言えないな。青々として綺麗な木々だぜ。だが写真の中にこんなものは写っていない。どうやら手がかりにはなりそうにねえな。写真の中にこんなものは写っていない。どうやら手がかりにはなりそうにねえな。ずいぶんと大きな石だな。だが写真の中にこんなものは写っていない。どうやら手がかり。写真の中にこんなものは、どうやら手が、果たして本当に写真がここで撮影されたのか。なるほど、この辺りはそれらしいとも言えるが、だが待てよ、もしこの場所で撮影されたとしたら、カメラはかなり離れたところにあったことになる。
それは変じゃねえか。やっぱりあの写真はここで撮影されたのかな。そうだな、ここはやっぱり違うみたいだ。他の場所を調べてみるか。ねえねえ、他の場所にも行ってみようよ。それもそうね。どう？お父さん。そうだな、ここだけじゃまだ何とも言えねえからな。じゃあコナン君、次はどこがいいと思う？八坂神社はどうかな。じゃあそこに行ってみましょうね、お父さん。おお、そうだな。ここなんてどうかしら。結構写真に雰囲気が近いと思うんだけど。きっ、雰囲気だけでわかるんなら苦労はしねえよ。もうこの仕事お父さんが引き受けたんでしょ。へいへい。誰のために俺がここまでやってんだか。さて、どこから調べてみるかな。八坂神社か。確かに七五三詣といえば神社とも言えるが、写真のバッグに写っているのはもしかしてここかな。いや、まだ決めつけるのは早いか。神社でよく見る狛犬の像だ。だが写真の中にこんなものは写っていない。どうやら手がかりにはなりそうにねえな。段差はそれほど急ではない。そうだな、大人なら数段降りたところから門の下に立ってる子供をまっすぐ取ることができるな。果たして本当に写真がここで撮影されたのか。まだ何とも言えないな。写真の中にこんなものは写っていない。どうやら手がかりにはなりそうにねえな。果たして本当に写真がここで撮影されたのか。八坂神社か。確かに七五三詣といえば神社とも言えるが、八坂神社か。八坂神社、八坂神社か。やっぱりあの写真はここで撮影されたのかな。そうだな、確かにその可能性はある。だが一応他の場所も調べた方がいいだろうな。ねえねえ、他の場所にも行ってみようよ。それもそうね。どう？お父さん。仕方ねえだろう、他も見ねえとまだ何とも言えねえしな。じゃあコナン君、次はどこがいいと思う？祇園かな。じゃあそこに行ってみましょうね、お父さん。おお、そうだな。よし、祇園だ。今夜はパーッと京都の夜を。
お父さん。なんてな、冗談だよ冗談。本当にもう。マジだったくせに。さて、どこから調べてみるかな。こう見るとよく目立っているんだが、写真の中にこんなものは写っていない。どうやら手がかりにはなりそうにねえな。これは確かに古い建物だとは思うが、まだ何とも言えないな。果たして本当に写真がここで撮影されたのか。まだ何とも言えないな。こいつも目立つといえば目立つんだが、写真の中にこんなものは写っていない。どうやら手がかりにはなりそうにねえな。果たして本当、果たして、果たして、写真の中にこんなものは写っ、どうや、果たして、果たして、やっぱりあの写真はここで撮影されたのかな。そうだな、ここはやっぱり違うみたいだ。他の場所を調べてみるか。ねえねえ、他の場所にも行ってみようよ。それもそうね。どう、お父さん。なんだよ、もう少しここにいてもいいじゃねえか。ちょっとお父さん。なんてな。じゃあコナン君、次はどこがいいと思う？清水寺はどう？じゃあそこに行ってみましょう。ね、お父さん。ああ。ここが清水寺ね。ほんといい眺め。しかしよ、昔の人がこんなところによく建てたもんだな。おいおい、二人ともすっかり観光客になってどうすんだよ。さて、どこから調べてみるかな。清水寺、確かに古い建物であることは間違いないんだが、写真の中にこんなものは写っていない。どうやら手がかりにはなりそうにねえな。清水寺、写真、どうやら写真のバックに、いや、まだ決めつけるのは早いか。清水寺、写真の中、どうやら手がかり、ずいぶんと木が茂ってるな。だが写真の中にこんなものは写っていない。どうやら手がかりにはなりそうにねえな。清水寺、どうやら
やっぱりあの写真はここで撮影されたのかな。そうだな、ここはやっぱり違うみたいだ。他の場所を調べてみるか。ねえねえ、他の場所にも行ってみようよ。それもそうね。どう、お父さん。そうだな、ここだけじゃまだ何とも言えねえからな。じゃあコナン君、次はどこがいいと思う？あ、八坂神社はどうかな。じゃあそこに行ってみます。おう。なんだよ、またここを調べるってのが。仕方ないじゃない、まだはっきりしないんだから。ま、仕方ねえか。たくよ。さて、どこからし今日写真の中にこんなものは写っていない。どうやら手がなるほど、この辺りはそれらし。八坂神社か。確か八坂神社か。果たして本当に、八坂神社か。やっぱりあの写真はここで撮影されたのかな。ねえねえ、あの写真もしかしてここで撮影されたんじゃない？コナン君も？実は私もそう思うの。な、なんだって？ほらお父さん、写真とよく比べてみて。なるほど、言われてみれば確かに。ってことは、この辺りが美佐子さんの故郷かもしれないってことだよね。そうか、よし、俺はちょっと近所で聞き込んでくるぜ。